にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットワーを始めていきたいと思います。さあ、前回首位リマス大阪にカンブナまでに、やられてしまいました。クランカリバーズ、これでですね、まず勝ち点差、勝ち点、優勝の望みはなくなったと言っていいでしょう。19節残り4試合ですね。まあ地域の目は消えて、もちろんこれで負けてリマス大阪が勝つと、リマス大阪の優勝が決まるんじゃなかったかな。優勝のチャンスがもともとないということで、今回は浅草サンダーボルトです。どんな相手なんだろう。まあ強いです。なかなか強いと C が多いけど、とにかくスタミナがすごい高い。なのでポジションで並び替えるけど、後半の反撃が怖いところです。出るんかな。ホームで2点差に勝ちましたが、早めに点を取って勝負を決めたいところであります。公式戦行きましょう。まあとはいえ優勝のチャンスないからな。2位をキープできた時点で、選手のそう入れ替えたいですね。勝率圧倒的 56%、とか前半で決めたいとこですね。ここでチャンス逃してしまうで、逆にピンチだが、ここは乗り切りました。さあ、コーナーキックのチャンスです。緑どうだ、入った。そして もう1点欲しい。確かに緑がコーナーキックを打って決めたのは美穂だ。右側の美穂、さあ、このままの勢いでもう1点欲しい。確かに危ない危ない、同点に追いつかれるところだった。そのあと相手のスタミナのしぶとさが出ちゃいますからね。ん、なんだ俺、くるみ、あーっとノーホイッスルだ。
いや今の反則だろということで、うん、またピンチ。同点に追いつかれてしまいました。高取から、おっとキーパー取り損ねて、鳥の振り出しに戻ってしまいました。前半まもなく終了です。さあ、まどかとミオが疲れてる。これはもう積極的に入れ替えですね。キラリスやったら、キラリスはここに逆襲です。トリノしかいないんですね。ワントップ、しっかり決めていきたい。ちょっと待って、スタミナ状況ですね。互角っていうとこじゃないでしょうか。互角なのかな、まあ、こちら2人変えてこの状況ですかね。フリートも言えます。チャンス、サチコ、うわー決められない。さあ、サイド交代に行きます。どっちがいいんだろうな。エリカ出してあげましょう。クルに下ろします。流れを変えたい。1点追加点欲しい。勝ち越し点欲しい。ディフェンダーがあんまり負荷ないですからね。おっと、斜めクリア、危ない。うまいですね。美穂が上げて、クルミだがこれは決まらない。ここでくるみが交代、エリカにタッチです。さあ、ここで緑で堅実に決めて、一応サチコに回します。おっと、うまく回らない。しかし緑がゴールに叩き込みました。サイドリードです。1対1。出ましたね、緑。きっちり打ちやすい場所に移動してからシュートをゴールに叩き込みました。さあ、こちらは交代枠を使い切ってしまってます。あとは相手ですね。サクセサンダーボルト、クライス、ナイス。お、チャンスです。コーナーキックです。さあ、7個ですね。これはチャンスを生かすことができませんでした。さあ、相手攻撃側に、攻撃布陣に変えてますんで、リバーは禁物ですよ。さあ、試合時間もう約5分というところですね。しっかりボールをキープしていきたい。これはナイス、サチコ。さあ、チャンスかな。7個追加点です。目押しです。サチコになって、飛び込んできた7個が決めまして、ここで試合終了。3対1、会心の勝利です。さあ、前半なかなかチャンスを生かせませんでしたが、ここでコーナーキックのチャンスを得まして、決めたのは美穂、ディフェンダーの美穂。緑で美穂が鮮
鮮やかなヘディングを決めます。だが前半44分カットに投げたところ、ここでキーパーが誤って飛んでしまい、高野に後手に追いつかれてしまいます。その後まさちこはこれもったいない、それによチャンスを得たんですがコントロールが定まらない。そして後半25分、これが決定点になりました。これですよ、冷静です。緑サチコに渡してセンタリングも、ちょっと流れてしまったんですが、その流れるボールに合わせて緑が対応して、勝ち越しになりました。これチャンスだったんですがクラリスが生かしきれなかった。守備も硬いですからね、もう行ってもやれないっていう思いが強かった。そして、終了直前です。幸子の相手に7個が待っていました。7個のポジションはどこにあるんだ。右ですね、見えなかった。ほぼボランチっていう感じでしょうかね。ということで13本のシュート、枠内7本打ってあんまり決められなかったんですが、3点割りまして3対1、フランカリバーズ勝利を奪いました。さあ、リバーセ大阪との点数は8点差で変わりません。キャピタル東京が9点なんで、ほぼ2位はこれで確定かな。得失点差でも上回ってますからね。残り3試合、さあ次からはいよいよジャパンカップですね。トーナメント表はご覧の通りになってます。当然フレッシュリーグの白浜イレブンから、ぶつかっていきます。2回戦順調であれば浅草サンダーボルトかモルティール浜松、こちらワークリアエルドアード欧州、キャピタル東京がいますね。でもリバーセ大阪のいる左の国に比べたら楽だろうな。マダガマとか、M1 のどちらかとおそらく3回戦準々決勝かなで当たると思います。ホルスを見てみましょう。緑が2位、クルミがちょっと落ちるかな。アシストはここに出てないな。いろんな選手がアシストを決めてるからかな。北原とありますよ、大阪。この辺も好調が現れてる。35はすごいな。マーコも58決めてますからね、悪くはない。
く。これ今年初ゴールじゃないですかね、生涯。ということで、浅草サンダーボルトに勝つことができました。次からジャパンカップです。しっかり勝ち上がっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。そして応援の意味ではチャンネル登録、高評価もぜひお願いします。概要欄にあるブログ、ツイッター、そしてカルチョビッターのプレイリストなど、こちらも URL アクセスをお願いします。そして、ツイッターのフォローもぜひお願いします。カルチョビッターをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の以降でした。